えー、それってあなたの感想ですよねが小学校の流行語ランキング1位になりましたがどう思いますかえー、アンガーマネジメントができる冷静な子供が育つか感情表現が乏しい大人になってしまうのか大人たちは戸惑ってるみたいですよ。僕なんか、あのー、その主観と客観を切り分けるっていうのは結構大事なことだと思っていて、その大人でもできない人がいるんですよね。 その、あなたの言ってることにはデータはあるんですかないんですかっていうのって結構大事で、データがないことを一生懸命言う人って、話をしても結論出ないんですよね。あの、Twitter でも最近書いたんですけど、あの、おにゃららというような考えをするのを、まあ、指示する人は頭のおかしい人ぐらいですよっていう書き方をしたんですよ。で、それがなんで書いたかっていうと、あの、物事が、その、 国際的なものすごく重大な世界中の教科書に載ってる歴史的な事実と自分が大事だと思うけど日本以外の人でそれを気にしてる人はほとんどいないっていうのが同じぐらいの価値があると思っちゃってる人がいたときにで、ただその価値観っていうのは主観なんですよ。なのでその人はそう思うんだったらそれは自由なんだよねと思うんですけどただ他の人はそう思わないよねっていうのはちゃんと分かっといた方がいいと思うんですよね。 なんで他の人がそうもないものであれば、客観性を持って説明しなきゃいけないんですけど、客観性を持たずに、俺はそう思うんだって言ったとしても、うん、それは他人を説明できないし、それがこう同意できるのは同じような変わった考えを持つ人だけなんじゃないかなと思って、頭のおかしな人だけですよっていう書き方をしたんですけど、なんでその頭のおかしな人と思われないよりも、あの、他人に説明をするときは、割とその、客観的な基準を持つっていうのをやった方がいいんじゃないかなと思います。 というわけでお疲れ様でした。えー